皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、向き合う強さを身につける。なぜなら、逃げた試練は何度でもあなたの前に現れるから。というお話をしていきたいと思います。今日はノウハウそのものというよりは、マインド系のお話をちょっとしていきたいと思います。テーマはですね、逃げた試練はってい う, こうちょっともしかしたら人によっては耳が痛いお話だと思うんですけれども、試練っていうのが要は自分にとって苦手なこととか嫌なことっていうレベルでも全然構わないです。で、例えば集客で言うとね、すごく分かりやすいんですけれども、皆さんにとってもね、苦手っていろいろあるじゃないですか。先生によっていろいろ SNS 集客をやっていく上で苦手っていろいろあるんですよ。例えば、インスタとかね、やっていく上では写真が苦手っていうと、なかなかちょっとしんどい思いをしなくちゃいけないとか、あとはブログ更新っていうと、当然文章を書くのが苦手っていうと、そのあたりがきつくなってきます。文章を書くのが苦手っていうことは、 LINE とかのライトな文章と、あと少しちゃんとラブレターのようにしっかり重みのある文章をメルマガで届けるっていう、このあたりも多分書けない、書き分けができることになるんですよ、3つの媒体の。でそれもできないことになるので、文章を、苦手だということで、それをこう放置しておくと、なかなかに辛い状況にはなるんですが、それが文章がね、苦手っていうケースもあります。あとは今はだいぶ皆さんやれるようになってきましたけれども、映像系ですね、動画が苦手っていうと、例えば今私もこうやって動画で喋ってますけれども、最初からこんなにできたわけじゃないです。当然私は8年ぐらいかけて今の私の状態作っていて、それこそ空気を吸うように動画を撮るのが当たり前みたいな形でやっているんですけれども、最初はもうそれでもそんなに喋るの苦手じゃなかったから、テイク7とかテイク10とかですね、1個の1分半ぐらいの動画を撮るためにですよ、ちゃんと原稿も用意して1000文字ぐらいので、ここにね、目線があんまりこう動かないようにここら辺でこう小さくやって貼ってやってたんですよ。だけど読んじゃうとやっぱり疲れてしまったりとかね、するので、全部丸暗記っていうのも考えたんですけど、お芝居の台本でもないので、私はじゃあもうアドリブにしようって言ってテーマだけ決めて、今日もテーマだけ決めて喋ってるんですけれども、そういうやり方に変えてから随分動画が楽になりました。なので動画が苦手っていう方もね、いろいろいらっしゃると思います。他にもパソコン苦手とか、コンピューター全般苦手とか、とにかく全てにオールマイティーな人って基本いないですよ。たまにいるかもしれませんけどね、全てに全方向にっていう、そのもしでもそんだけ全方向に全て得意でマルチな才能がある人は、教室の先生やってないケースも多いかもしれないですけどね、違うところでご活躍される可能性が高いかなというふうに思うんです。でその時のね、考え方なんですけど、その逃げた試練はっていうのが、例えばブログが苦手とか言ったとするじゃないですか、文章苦手で、インスタグラムとかね、画像とかの方で集客しようっていうふうになった時に、ある時期がね来ると、やっぱり文章を書けないときついよねっていう壁に打ち当たる時が来ます。それでやっていても、で結局その時にまたもう一回やるかやらないかなんですよ。でそこでやらないでやり過ごしても、また来るんですよ、その時期が。時代にとって必要なものって、何度でも形を変えて目の前に課題として現れるので、そこで一回チャレンジしようって決めない限りは何度でも来るんですよ、同じことが。で今度逆に写真苦手っていう人が写真を避けて通ると、また同じように写真がネックになる事象がまた形を変えて現れます。動画が苦手って言ってる人は、動画がどうしてもやんなきゃいけない事象にある時が来るんです。だから何なのかっていうと、結局その目の前に来て今必要だよねっていうタイミングで課題って目の前にやってくるんですよ。だからその時に苦手とか苦手じゃないとかじゃなくて、
やってみようっていうことで、その事象を1個潰すと、次にその事象は現れなくなります。で、できることが増えますよね。できることが増えると自分がまた大きくなるから、違う、もっと世界が広がっていくっていう、その繰り返しでこう自分のキャパシティをどんどん広げていくっていうのが基本の概念になります。私の場合には、よく何でもできるというふうに思われているし、私自身も別にできない方じゃないとは思ってないです。できる方なんだろうっていうのは分かってます。分かるんだけれども、それは毎回得意じゃないこととか苦手なことが目の前に現れた時に全部チャレンジしてるからです、基本的にはね。それがお仕事上だったらやるしかなければやるんです。 会社員だった時もそうでしたけどね。ワード、エクセル、パワーポイントとかなんて別に誰にも教わってないし、仕事でそういう部署に行っちゃったら必要になっちゃうからやるしかないんですよね。まあ、そうすると、なんだろうな、オンライン通信講座だったかな、で習ったような記憶もあるし、本を買ってきてアプリケーションを自分のパソコンに入れて自主練とかやってたりとかしましたけどね。だってそれがないと、会社の他の人と会話ができなかったりとか、プレゼンテーションができなかったりするから、まあ、いわゆるオフィスの三種の神器って呼ばれている会社員で営業職だったら、やっぱこの辺りはできてないとお話にならないっていう必要最低限のものだったんですよね。で、それはその業種業態に行かなければ多分やってないんですよ。旅行業だった時にはワープロでやってた時代で、まだそういうパソコンが云々っていうところじゃない時代でやっていた。ただ旅行業者だったっていうことは、当時は旅行代理店っていう形で代理業がメインの収入源だったので、JAL、ANA、JAS、今とはねちょっと違いますけど、JAL、ANA、JAS の3社の航空端末の使い方を覚えることと、 JR の端末マルスっていうのがあって、それを使えるのを覚える、あとその会社の自社端末、あとワープロとか、大体6個か7個使えないと仕事にならなかったんで、これも夜中に自主練です。夜中っていうか、営業が終わった後コンピューターの前で自主練したりとかして、でそれをしないと日中の仕事が滞るから、まあ、必要に迫られてやるんですよね。まあ、そんなことの繰り返しです。建築だったら CAD を覚えてとか、営業職をやったからパワポとか、ワードとかエクセルを覚えた。で、教室業を独立してやりたかったからウェブ関係のスキルを覚えた。全部が別にできてるわけじゃないですよ。当時習ったもので、例えばイラストレーター、フォトショップ、今は廃盤になってしまったファイヤーワークス、ドリームウィーバーか、苦手でしたけどね。そんなものでコーディングとかデザインとか学んだりとか、もう必死ですよ、やってる時は。だってそれがきっと事業に必要だから、電子書籍の、フォーマットを作っていくね、アプリケーションとか、使えるアプリケーションものすごく多いです。だけれども、それはその時必要だなと思ったから学んでるっていうだけです。動画のアプリケーションも3つぐらい、4つぐらいか、使うことができます。まだ皆さんがやってなかった頃、ベガス、ソニーのベガスっていうやつ、動画編集ソフトをやっていたりとか、カムタチアスタジオ、フィモーラ、あと iMovie とかね、そんなのを使えたり、それは最初からできたんじゃないんです。それが便利だし、そうだよねっていうから覚えたっていうだけのことです。だからその時に避けると、また時代が必要とする時に、みんなができちゃってる後に追いつくように頑張んなきゃいけないから、出てきた時に課題って潰しておくのがいいということですね。これはいわゆるノウハウ系とかツール系の部分の、まあ、お話なんですけど、で同様にですね、まあ、ビジネスでの考え方とかの、変えなきゃいけない、チェンジしなきゃいけない試練とかも来たりすることがあります。それは、例えば自分がね、大きく伸びようという時に体をかがめたりとかしないとジャンプができないじゃないですか。そういうイメージです。場合によっては断捨離、ビジネス事業の断捨離ですね。残すものは残す、切るものは切るっていう決断をしなきゃいけない時もあります。これは試練なんですよ。だけれども、これやっとかないと、またね、どっかで同じ試練がまた来るから、またどっかで決断しなきゃいけなくなる。必ず同じ事象って現れます。で、これまだ前向きなね、事業の断捨離レベルならまだいいんですけど、クレーム処理
ですね。はい。クレームから逃げると同じクレームがまた来ます。これどうしてだか当然わかりますよね。クレームから逃げると、その逃げてるから根本解決ができていないので、また同じ過ちを繰り返すから、また同じクレームが来るんですよ。来るだけならまだいいです。その来るっていうのはね、まだ言いたいって言って言ってくれるだけまだマシなんですよ。通常離れていきます。何も言わないで。サイレントなんだけど、サイレントボイスとかサイレントカイストもなんかちょっと名前忘れちゃったんですけど、声なき声の方が怖いんです。だって自然に声なき声が溜まっていくとどういう現象になるか分かりますか？集客ができなくなる。知らないうちに落ちていくんですよ、集客量が。これ結構痛いですよ。落ちちゃってから挽回するのすごい大変なので。だからクレームじゃないにしても、その事象をどういう状態なんだろうかっていうのを捉えながら、それを原因をして探るっていうところで、お客様の声っていうのが一番大事なんですけど、その中のクレーム系は特に一番急所の部分をピンポイントで攻めてくるので、耳は痛いんです。心も痛いです。人によっては心も折れるんだけれども、そこをきちんと向かい合って綺麗に解決しないと根本治療ができないですよね。歯の治療でいうと、虫歯があるのに、なんていうんですか、根本治療、場合によって歯抜かないとダメなぐらいボロボロになっちゃってる場合とかあると、その歯の菌とかがね、歯茎とかに膿とかになってとか、ばい菌が広がってとか言うと、ね、全部歯抜かなきゃみたいになっちゃう時だってあるじゃないですか、歯槽膿漏とかね。だからその根本的な要因が手前で浅かったら、当然その付け焼き刃的にどうにかするんじゃなくて、例えば痛み止めを飲むっていうのはどうにかするレベルだけど、根本治療なんてないじゃないですか。虫歯は虫食ってるとこ削って詰め物してかぶせるならかぶせるとかね、場合によって歯抜かないとダメっていう荒療治が必要になる場合が歯だってそうなので。その事業においても痛いクレームであればあるほど乗り越える努力を当然しなくてはいけないんですね。だから耳に痛いことを言ってくれる人っていうのは、むしろ大事にしなくちゃいけないんですよね。で、私はコンサルタントという立場なので、当然皆さんの事業がうまくいくようにっていうことで話しますよ、話すんです。で、その時にやっぱりご自身のマインドの部分が、それを受け止めきれるマインドがないと、ただ落ち込むだけになったりとか、傷ついたとかね、しばらく動けないとかね、そういうことになるようなケースとかもあるんですけれども、勘違いしては困るのが、私はその人の人格を否定しているのではなくて、考え方の修正をしているということを理解した方がいいです。これは私に限らず、何かしら忠告をしてくれる人っていう人に関しては、まあ面倒くさいですよ、忠告するっていうのは。なのに言ってくれてるっていうことは、感謝をしなくてはいけないわけですよね。だから私も10年にわたってコンサルタントの方ついてもらってます。で、時期によってはダブルコンサルになるような状態でやってるんですけれども、それをやるのは自分で自分を全て見切るのは無理だからです。なぜならば、その状態と状況を作ってるのはその人の思考そのものだからです。なので私は例えば10年ずっと増収増益でうまくいってます、ビジネス上は。その他にも、素敵なクライアントさんに囲まれて幸せであるとか、やりたい趣味をやって、叶えたいことは全部叶えてきてっていうことをやっています。だからそれを還元するっていう意味とか、そのヒントが気づいてなくてわからない人に、私が知っていることを伝えるということでコンサルをやっています。だけれども、うまくいってない人っていうのは、大概その一つの要因としては試練を逃げてるケースが多いです。はい。だって同じことってね、何度でも出てくるんですよ、人生の課題だから。例えばある要因で会社を辞めた場合、同じことが自営業になっても訪れるんです、メンタルが改良されていなければですね。で、
あるお客さんから逃げると似たようなお客さんのクレームもう一回やる、逃げてるからです。根本治療がされてないから。だから基本的には向かい合うっていう姿勢と、あと今の自分の状態っていうのは自分がそう選んできた道が全部それを作ってるんだっていうことを理解した方がよくて、今度こそ変えたいっていうふうに、チャレンジで変えたいっていう場合には、今までの思考じゃない考え方でやる。で、それが自分の中から湧いてくることができないのであれば、それを正しい道に導いてくれる予定の人に助言を求めるっていう形で修正をかけていかないと、ずっと同じことの繰り返しになります。だから面白いことにね、私のクライアントさんのとこでも1回で全てが解決できているとも限らない方もいらっしゃるんですよ。そうすると、私、3回ぐらいまではね見てるんですけど、それこの話っていうのは2回目だからっていう話を言います。2回目に起こった現象で、1回目の時にそれをちゃんと解決しなかったから、またもう一回怒ってますっていうことを言って、初めてその時にね向き合うケースもあるんですけれどもね。これはだから仕事だから、そういう部分も当然出てきます。仕事って、私から言うと趣味の領域でもあるので、別に不謹慎だっていうふうにね言う方もいらっしゃるかもしれないけど、いや、仕事を趣味化した方が楽しくできるからいいですよ。好きなことを自由にやるっていうことは当然なんですけど、責任も伴いますから、その責任とのバランスがあるから楽しいことをやったらいいっていうことなんですよね。子供がおもちゃとかゲームを必死に遊んで、時間が過ぎるのも忘れて楽しむっていう、あの状態に似ている状態を私仕事に置いてます。人によっては好きなことを仕事にしない方がいいっていう人もいるんですけど、稼ぐことと、その楽しむね趣味は別にした方がいいっていうんですけど、私は一緒の方が時間が無駄じゃなくて、楽しいことをずっとやり続けてる時間が長い方が人生楽しいので、だから仕事をめちゃめちゃ嫌なものとか、お金を稼ぐだけのものとしては捉えていないので、だから楽しくやってるんですけれどもね、好きだからです、単純に。ゲーム感覚に近いのかもしれないですけどね。なので、基本的には、今目の前に起きている状態、ないしはうまくいってない状態っていうのは、多分何か過去に逃げていることが原因になっているケースが多いので、それを自分で考えてみた方がいいと思います。例えば、日々にね、やらなきゃいけないな、やった方がいいなと思っていることを怠ったとかね、私が過去にあるんですよ。ブログの更新を怠って、その時はブログを結構頑張んないといけない時期によって頑張んないといけない時期と、そこそこ手を抜いても大丈夫な時っていうのがあって、当時は頑張んないといけない時期だったのに、毎日更新してたブログを1週間にいっぺんにしてしまった時があったんです。違うところでの精神的なダメージがあったとしてもなんですけどね。で、その時に集客がピタッと止まったことがあって、衝撃を受けたことがあるんです。だからそういう試練っていうことなんですけどね。だからその時何を学んだかっていうと、ブログを止めただけで売り上げが下がるような仕組みをやめようって言って、月額課金の仕組みを作ることにしたし、精神的にどんなことがあっても淡々と仕事をしていく、ルーティンができるような、中庸って言ってるんですけど、のモチベーションを保つようにしようって決めたのはその時です。だからそれ以降そういう状態に私陥ってないんですよ。その時に改善したから、もがいて非常に苦しかったですけどね。今言っても多分皆さん信じないかもしれないけど、売上がゼロになるっていう恐怖は味わってますよ、私も。そしてお金がないから、自分でパン教室だったんでね、冷凍パンをね、朝ごはんと昼ごはんに食べたりとか、いわゆる飲み会とかお誘いとか、そういうのを全部断って、美容院にも行かず、ジムも辞めてっていうぐらいに緊縮財政を取った時があります。それでも未来のための仕事として
YouTube とかね、100本とかねやったりとか、ブログとかも毎日やって30、40作ってとか、あらゆる手立ては打ったんですけどね、その時に。だから年間的には別に売り上げ下がってないんですけど、あの感覚は今でも忘れないです。はい。なので試練は向き合って潰していかないと同じことが繰り返されます。今もしも辛い状況にあったら、それは過去の自分が見過ごしてきた、ないしは避けてきたものがもう一回出てるというふうに思った方が多分いいと思います。はい。では本日のまとめです。向き合う強さを身につける。なぜ逃げた試練はごめんなさい、向き合う強さを身につける。なぜなら逃げた試練は何度でもあなたの前に現れるからということですが、これはその時にきちんと向き合ってその試練を潰さないと人生の課題として何度でも目の前に現れるので、だからその時に起きた苦手なことでも課題はチャレンジするという姿勢でやっていくと人生きっと楽しくいけますよという私の実体験を込めた状態でのお話になります。それでは。